古建築に関する質問をいただきましたので、えー、お答えします、えー。日本で一番美しい塔はどの五重の塔ですかという質問です、ね。お答えします。第五次の五重の塔だと思います。えー、今、右側に塔が出ているかと思いますけれどもね。えー、952年、平安時代後期、 あこれは別名藤原時代とも言いますけれども、その時代に作られた国宝の第5次五重塔、えー。こちら、50っていうのは5階建てっていう意味ですけれども、まあ、低減率といい、それから一番上に乗っかっている金具、えー、金製金、金属製のものがありますけれども、僧輪って言いますけれどもね、こちらの方の割合が全体の3分の1ぐらいということで、 一応、これが一番バランスが取れて美しいと言っていいのではないかと思いますが、ただ、何が美しくて何が美しくないかというのは、いろいろな比較の上に立って言うことができると思います。で、これが一番いいかと言われると、いいという意味が価値があるという意味で言えば、美的価値で言えば、おそらくあの第5次でいいと思うんですけれども、価値にはいろいろあって、 それが良さにもいろいろあって、歴史的価値があるということでいうと、もうこれはダントツに法隆寺の五重の塔。これは一応607年ということになっておりますけれども、まあ、飛鳥時代に作られて、まあ、時代としてはいろいろあると諸説ありますけれども、まあ、間違いなく世界で一番古い木造建築。で、えー、ここを視点になるというのは、 えー、60%以上が元の部材で作られているという条件が、まあ、あるようなんですけれども、えー、そういう意味でも、えー、6割以上、を元々の部材が残っているという意味では、まあ、奇跡に近いというものです。丈夫だったかどうだったかっていうのは、ちょっとよくわからないと思います。えー、今まで残ったのは、繊細、火災に合わなかったからということで、まあ、運が良かったということだろうというふうに思われますけどもね。 でこれが歴史的価値があって、えー、一番歴史的に重要な建物、五、え、重、ー、塔はどれですかと言われたら、まあ、法隆寺ですね。それから、まあ、法隆寺は、これはあ中国の方からの伝統が入ってきて、最初の頃に作られたもののうちの一つですね。それが、まあ、たまたま残されているということで。で、えー、この塔の特徴というのは、 ぱっと見たところ、6階建てに見えるというのも、屋根が6枚あるからですけれども、一番下の屋根というのは、モコしというふうには言って、これは飾りですので、数えないです。ですので、1、2、3、4、5、50の塔と。それと、特徴としては、ここに手すりがありますけれどもね、これを専門用語でコーランというふうには言ったりしますけれども、コーランの部材がまっすぐであると。 そして下のところに万字型の組物が入っているというところが、まあ、パッと見たところの特徴でもあったりなんかします。法隆寺五重の塔。これ、外側から見たときに、もう一つ気になる点があって、で、それが、まあ、僧林のところなんですけれども、僧林の一番下のこの箱型の部分の横のところ、これは、かなり遠くから、 まあ望遠レンズで撮った写真なんですがもうちょっと拡大しますとねここのところに葵の御紋が入ってるんですよね葵の御紋を使うのは江戸時代の徳川将軍家ということはこれは徳川家が作ったもんじゃないのかというそういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、これはあの修理したということなので、えー、徳川の時代江戸時代になってから、まあ、この法隆寺が 大きな修理理をを受けけたたたとに、徳川家がお金を出しましまいう、だだそれだけの理由ですで。もう一つの特徴でパッと見でわかるのはこの上のところに釜がここにあるっていうことですけどもねまあこれは何であるのかよくわからないそうです。雷が落ちないように雷さんがここに来た時に足を切るようにということで釜をつけているんだとかねいろいろ言われたりしてますがよくはわからないそうです。 それから、オリジナリティという点でまあ価値があるというふうに考えられるのは、まあ、これは私が思うには、薬師寺の三重の塔だろうと。一番オリジナリティのある、そして価値の高い、歴史的な価値の高いという意味ですね、そういう三重塔、薬師寺三重塔、五重塔はっていう、まあ、こういう 質問に関しては30だから違うっていう感じですけれども、えー、一応50の塔の一つのバリエーションとしてまあ見ておきましたら、まあ、これが一番オリジナリティあると。えー、60のように見えながら、実は30の塔とで。ちなみにこの60のように見える要素として、えー、もこしという部分があそれぞれ各層に入っております。 屋根1枚目、一番上のところから2番目の部分と、この側の部分ですね、えー、屋根と側の部分。えー、さらにその、うん、本来20目のところの屋根の、えー、下のところにもう一個小さい屋根がついていて、その周りの壁を守るための部材があって、でさらに一番最後ですね、えー、一番下の所上の、えー、ところの一番下のところに、えー、屋根がついていて、さらに側を守るための部分がついていると。 っていうような、まあこれがもしなかったらどうなのかっていう、えー、ちょっと間の抜けた感じに見えるだろうというふうに思います。で、まあ三重塔っていうのが、このまあ奈良県の斑鳩の近くに、斑鳩にありまして、一応そちらもご紹介しておきますと、これも国宝なんですけれども、684年から七百6年頃とまあ国のデータベースにはなっておりますが、まあ、飛鳥時代。 えー、北紀寺の三重の塔というのが国宝でありますがあ法隆寺に比べると、まあ、法隆寺の近くにあるんですが、まあ、あまり知名度は高くないという感じのところです。で、えー、これが三重の塔なんですけれどもまあこんなふうにして、えー、3枚しかあ屋根がないということになるとちょっとあ屋根と屋根との間の間隔が空きすぎてしまうということになるんだろうと。だから、まあ、五重の塔が一番 屋根の数としては、まあ、バランスがいい感じがしますけどもね。で、まあ、ちょっと薬師寺の塔と比べてみますと、薬師寺の塔はこの屋根と屋根との間がかなり広いと。まあ、それに対してこちらの北紀寺の三寺の塔はそこがあんまり広くないので、まあ、全体としてまとまりがいい形をとっているかと思います。 さて、えー、江戸時代になりますと、まあ、たくさんの五重の塔なんかが作られていきましたが、まあ、それは幕府、まあ、が決めた規格というのがあって、まあ、規格通りに、まあ、作られるものが、まあ、多くなりましたでその規格によると五重の塔なんかも下から上に至るまであんまり低減率があ高くない上に行くほど小さくあんまり作らないと,というようなことになっていきましたので え全体としてはちょっとまあ銅が太い感じに見える五重塔がまあ多いかと思います。まあ、京都には国宝の当時の五重の塔がありますけれどもね、1644年に完成したというものです。で、えー、まあ京都駅の近くにもありますし、まあ、京都のランドマークにもなっているわけなんですけれども、えー、時折こんなふうにライトアップなんかがあったりなんかして、えー、まあ、 有名なところではありますが、まあ、この写真を見ていただいても分かるとおり、下から上に至るまで、この頭身の幅があんまり変わらないというところが、まあ、どっしりしているといえばどっしりしているんですけれども、ちょっと面白みに欠けるかなというふうに思われるかもしれない。えー、いずれもちょっとこういうふうに写真を並べてみましたけれども、まあ、第5次。 法隆寺、法隆寺、薬師寺、国旗寺、そして東寺とを並べてみるんですが、まあ、いずれもあの私が撮りましたので、えー、地面から立って、えー、そこからカメラを構えて撮りました。ですので、真横からまっすぐ撮ったわけではありません。まあ、そういう意味で、えー、真横から見たらどうなるか、これはもう図面に頼らざるを得ないです。一応、まあ 4つの塔だけ図面にまとめてみました。まず、えー、塔のてっぺん、操、まあ、輪の頂点の部分から地面に至るまでの比を全部同じにしまして、まあ、長さを同じにしまして、並べてみました。まあ、そうすると、えー、この中で、まあ、一番私が美しいと、まあ、言ったのが、左から3番目のこの第5次の五重塔になりますかね。 えー、これがまあ一応基準というふうに思っていただいたらいいんじゃないかと思います。そうすると、この中で一番刀身の性が低いんですね、第5次の五重の塔というのが、えー。ここの部分が屋根のてっぺんだとすると、まあ、その上に相当相棒が乗っかっているわけですけれども、ここの位置が一番、えー、低いですね。で、この位置が一番高いのが、一番右側にあるこの当時の五重の塔、江戸時代に作られたものです。 あとはその中間にありますけどもね。というような具合で、まあ、全体として総輪の割合っていうのが一番大きい、つまり3分の1ぐらいが総,総輪になっているというのが、まあ、この第5次の五の塔のバランスの良さということです。で、えー、総輪の大きさだけを同じ長さにしてみて、全体のプロポーションを見てみるとどうなるかっていうものも作ってみました。 えー、こちらの方を見ると、第5次の五重塔だけが一番小さく見えるというのは、それだけ僧侶の長さが長いからということになります。逆に僧侶の長さに対して全体が長く見えるというのが当時の五重塔。で、えー、法隆寺も薬師寺もその中間に入っているというようなところから、あまあ、江戸時代の塔の規格というのは、今までの時代とは かなり違う規格で作られているということがまあ分かりますし、えー、下から上までの住まり具合、まあ、これは法隆寺なんかだと、木、え、腰、ー、という部分がこうついているし、えー、薬師寺も木腰がついているので、まあ、その低減率がかなり、えー、高くなっていると。さらに加えて、この薬師寺の三寺の塔では出たり引っ込んだり、出たり引っ込んだり。 っていうふうに、まあ、他の党に見られない特徴があったりなんかしますので、まあ、その辺が薬師寺は面白いと。まあ、フェノノサが凍れる音楽っていうふうにまあ言ったという話を、まあ、私も、うん、高校生の頃から聞いたことがあるんですけれどもね、歴史の教科書なんかで、凍れる音楽が全体の,この、うん、バランスを言っているのか、それからソーリンの水泳の部分を言っているのかって、諸、まあ、説あるみたいなんですけれども。 まあ、いずれにしても外国人が見たときに、うん、そのリズムに、まあ、簡単したという話が、まあ、あったりしましたけれども、えーまあ、それは変化に,と変化に、えー、飛んでいるからということもあるんでしょうけどもね。まあ、いずれにしても、こんなふうにして図面で真横から見たときには、一番バランスが取れているのは第5次だというのも、おまあ、一番重要な感じがするというところでしょうかね。 という,ようなことで、まあ、一番美しい五重塔は、えー、ということで、一番美しい五重塔はどれでしょうかというふうにまあ言われたならば、まあ、私であれば第五寺ですというふうにお答えをするところです。